どうも、ゴルフ界の大森歌右衛門こと、すのちゃんでございます。というわけでやってまいりました。今回は、女子ゴルフ界の2大ショットメーカー、トッププロ2人に焦点を当ててスイング解剖していきたいと思います。まずは1人目、山下美優プロですよ。泣く子も黙る2022年、賞金女王ですね。素晴らしい成績でしたね。 もう内容、結果、共にパーフェクト。本当に素晴らしかった。特にこの人のショットの正確性は、まあ、驚かされたね。素晴らしいショットを打ちますね。上背はないので、そんなに飛距離出る方じゃないんですが、その正確性といったら、もう、すさまじい。特にユーティリティね。えー、先ほど行われたね、スタジオアリス女子オープンでも、18番。 最後、岩井千里選手と争った18番のセカンドショットのユーティリティですよ。あのショットは、まあ、すばらしい。ピンデッドに狙ってきますからね、ユーティリティで。さあ、山下選手のスイング、見ていきましょう。なんでユーティリティじゃなくて、アイアンかよなんていうね、外野の声も聞こえてきそうですが、そこは無視してまいりましょう。まっすぐ上げてきますよね。彼女のボールっていうのは、全くねじれのないストレートボール、きれいなストレートボール打ってきますよね。 なぜかっていうと、まずフェイス管理が非常にうまい。で、その一端を垣間見れるのはこのポジション。やはり背骨の角度とフェイスの角度。全く平行ですよね。こうすることによってフェイス管理が非常にしやすくなる。おじさんゴルフはこれはぜひ覚えておきましょう。僕もね、やろうとしてもね、結構被さったりとかね、開いたりするんですよね。で、こっから彼女さらに余計なことしません。 余計なことをしない代わりに得られるものがこの最高のトップの位置です。おじさんゴルファーはここに来るまででもああでもないこうでもないもう余計なことしかしないですもんね。まあ MeToo ですよ MeToo。僕もそうなんですがもうあっちでもないこっちでもないってね。どっちに行こうとしてるんですかね。行き着く先は大体アウトオブバーンズですよ。おじさんゴルファーは大体トークも OB ですもんね。トークもアウトオブバーンズですよ。MeToo ですけどね。 で、彼女、こっからさらに余計なことしません。全く脱力して、真下にストーンこれだけです、やること。何もしません。腰を回して腕はストーンこれなんですね。シャローイングがどうだえー、クラブをもっと寝かせる。えー、なんだ、こうだ 全くそんなことはもう気にしてる素振りもも見せませまんもちろん彼女はいろいろ考えていろいろ練習してここにたどり着いてるんですがそんなことは全く感じさせないシンプルなスイングシンプルなダウンスイングですよねもうトップから素直にボールまでその過程でもうシャロイングができてるっていうやろうとしてないって感じですよね もう勝手にできてるって感じですね。で、インサイドから綺麗な入り。これはいいボールが出るわっていうインパクトの入りですよね。素晴らしいよね。シンプルイズベストそういったスイングですよね。何かこう彼女のスイング見てると、好不調の波なんてあるのかなって、なんか素人目から見て思っちゃいますよね。もう不調時が想像できない。もうよっ ほど余計なことしない限りは不調の波が来ないようなそんなようなスイングですよねもう全ゴルファーに真似してほしいスイングさあ2人目はもちろんこの人稲見萌寧選手ですよ泣く子も黙る2021年シーズンの賞金女王ですねなんといっても賞金女王もすごかったがやっぱり東京オリンピックのシルバーメダル あれが素晴らしかった。リディア・コートのね、プレイオフ。ああ、凄まじかったね。勝ちましたね。そしてね、リーコルダに1打差に迫る持ち味。素晴らしかった。日本のゴルフが世界に通用することを本当に証明してくれた。そんな彼女の球筋は、生水粋のフェードボールですよね。本当にこの人のフェードボールは正確。正確無比。 無比と言ったらおじさんゴルファーは蚊に刺された時ぐらいしか使いませんもんねこの人のショットは本当に見惚れるぐらい、ね、性格でねまた山下選手とはね全くタイプが違うんですよ面白いですねさあ稲見選手のスイング見ていくんですがなんと稲見選手2022年シーズンで2勝してるんですが彼女的には不調だったらしいです2勝してるのにですよ そのスイングを見直すためにスイング改造取り組んでますね。でここでは、まずはスイング改造前のスイング見ていきましょう。さあ、このポジションでね、山下選手同様、えー、背骨とフェイスが平行になってますよね、角度がね。そして、非常にね、膝の曲げが少ない、ジョッキリ立つタイプですよね。彼女、腰をね、あんまり良くないんで、腰が悪いんで、 こういった、えー、アドレスからトップになるのかなとも思いますけどそこら辺はちょっと彼女に聞いてみないと分かりませんでこのトップですよね若干のシャフトクロスありますけどもそんなに気にするほどではないと僕は思います非常に素晴らしい位置に上がってきますよねで彼女は当然のようにフェード打っていくんですがこっからの指導であこの人フェード打ちだなっていうのがすぐ上がりますダウンすぐに腕を前に持っていくんですよ 先ほどの山下選手は球を捕まえていくタイプだったので腕を真下に下ろしてましたよね稲見選手はフェード打ちなので腕を前に持ってきますクッと前に持ってくるこうすることによってまあシャロイングももちろんなんですがちょっとやや外からクラブを入れやすくなるただおじさんゴルファーはこの動き真似しちゃいけませんおじさんゴルファーはこれをやったらもうすぐ右ペラーン 外から入って右ペラーンですよ稲見選手はきっちりフェイス管理ができているので球を捕まえることができますがおじさんゴルファー、フェイス管理全くできてませんよねもう左引っ掛けが右ペラーンですよフェイス管理と部下の管理全くできてない人はやらないでください嫌ですよね右ペラーン言うこと聞かない部下も嫌だけどさあそしてこれが改造した2023年シーズンのニュースイングですね まずは彼女が何回もこうやってやってるようにアウト目に上げるんですねなんかね悪い時はちょっとインサイドに上げすぎてシャフトクロスが大きくなってフェンス返りがしにくくなるって言ってたんですねだからこう大げさにアウトに上げるこのテイクバックをやってからスイングに入るこういったね、えー、ルーティーンやってますよねアウトに上げてループしてインサイドに降りてくるっていうこの動きですよね さあそれでは彼女の2023年シーズンのニュースイング見ていきましょうまずこのテイクバックの指導がやや違いますよねこグーッとねアウト目に上げる、まあ、練習をしてるんですがあれは大げさにやってるだけで実際は非常にニュートラル綺麗にいい角度で上がっていってますインサイドでもなければアウトでもない非常にニュートラないい感じで上がっていってると思いますねまあ 練習ではね大げさにやりますからねでこのトップの位置もシャフトクロス全くないですよねシャフトクロスどころかややレイドオフ非常にかっこいい素晴らしいトップ出来上がってると思いますねでこっからですね一番違うのはねこっから腕をちょっとボール,ボール側前に出して、えー、ややカット目に入れてフェードを打ってたのが結構真下に降りてきてるんですよ 真下に降りてくるということはインサイドからアタックしますつまり球捕まっていきますただフェイドはちょっと出にくいですよこのスイングプレーンだとねだからストレ、まあ、ドローヒッターになる気はないと思うんですがフェイドヒッターってやっぱり調子悪くなってくるとフェイドのスライス要素が大きすぎてちょっとスライスがねきつくなりすぎて調子を落とすってことが多いのでちょっとドロー成分を加えたそんな感じでしょうかね もうとにかくこの山下選手、そして稲美選手、2大ショットメーカーから2023年も目が離せません。